こんにちは、速歌塾の久保ですで今回のね、舞姫大学ナミさん事件ですのコーナーは、ナミさん毎日動画を1本から2本私の方に送ってくださってるのを皆さんもご存知だと思いますけども、おそらく私が見るところ、このペースで動画をね、作ってくださっている。えそしてナミさんとの付き合いは、もうね、私がね、この世界に入ったのと同時ぐらいなんですよ。ですんで、8年とか9年になるんですよね。まあ、その中で ナミさんは今、生態の仕事を毎日ね、深夜まであるんですけども、その仕事が終わった後で、こうやって動画とかをね、たくさん上げてくださるんですよね。これについて、どんな事件があるかっていうと、その最近ね、この1年2年で即歌塾に参加してくださった方で、私が強く訴えかけてるのが、まあ、とりあえず YouTube 量産しないと始まらないよ、ということだと思うんですよ。で、どうですかね量産できてますかねちょっと甘いんじゃないかなと思うんですよ。うん。あの、 少なくとも、このナミさんと同じようなレベルでやらなければ何も見えてこないと思うんですよね。で、ネタがないっていう方がいますけども、あの、ネタが見つからないんでしょうん。でも人間生きてればネタの連続ですから。そういった意味で、私の動画っていうのはあらゆるジャンルを扱ってるんですよ。あらゆるジャンルを扱ってるというよりも、私が起きて寝るまでさまざまなジャンルに触れてるわけじゃないですか。それは仕方がないですよね。 ただ、お酒とタバコは私やらないんですけども、お酒を飲む方でしたらおた、お酒のことで、ね、語れることもあると思いますし、タバコだって銘柄がいっぱいあったりね、値上げが頻繁に行われていたりとか、禁煙とか、分煙とか、愛煙みたいなね、そんなカテゴリーもありますから、いくらでもネタがあると思うんですよ。私のタバコネタって言ったらね、あの、マージャンをしてる時にタバコを吸うわけなんですけども、そのタバコのね、持ち方とか吸い方によって全部ね、こう、会話になってるんですよ。サインになってるんですよ。そういうふうな、 ことでお話しすることもでできますでもそんな特別なことじゃなくてもね「あのルパン三世」に出てくる次元がタバコを吸ってるとかね「ルパンはどんな銘柄を吸ってる」とか「銭形のおとっつぁんはどうだ」とかねで最近の「ルパン三世」の再現アニメって私見てないんですけどもおそらくタバコがあんまり出てきてきなないはずなんでですよでこれも世の中の流れなんじゃないかなと思いますまあ見てないんですけどね 多分出てこないんじゃないかなと思うんですよ。いかがですかね。まあ、出るにしても出る頻度がものすごく抑えられてきて、いつも加えたばこの次元なんてのは、めったにタバコを吸ってる場面ってないんじゃないかなと思います。うん。まあ、そういう感じでね、コンテンツでいくらでも作れますんで、もし作り方がわかんないってことでしたら、私にご質問ください。そしてご質問をされるときには、ぜひね、動画でやってください。それでコンテンツ一丁上がりなんですよ。まあ、その繰り返しです。私も返信は、文章で書ようが、動画で書ようが、こういうふうに動画で送るようにしておりますけども、 その意味がお分かりじゃないかなと思うんですよね。はい。ナ、え、ミ、ー、さんの動画、下の方に付けておきますので、今回のテーマは、コンテンツ販売の裏側というテーマでね、えー、語られていますんで、ご覧いただければと思います。こういったこともね、こういったトラブルもコンテンツとして使っていいんだってことなんですよ。まあ、一番いけないのは、あれこれ考えてやらないこと。ね、それよりも、考えずにやることの方がものすごく大事です。それでは、いってらっしゃい。